こんにちは。今日はね、大分県日田市、大分県日田市の元気の道、元気の駅で、元気の駅だったかね。元気の駅に来ています。そこはね、三隈川っていう川ですけどね。今日はね、ちょっと見たいものがありまして、ちょっと、身近に見てみようと思いまして。日田のね、天領水の工場かな、ここ。その横にね、道の駅があるんですけど、今日はドライブ動画撮ってたんですけど、日田の、サニーというスーパーのところで、ロトシック3億円出てましたね。5月11日に。すごいね。まもなく見えてきますけどね。これもう懐かしいですよね。子供の頃から見てた。子供の頃いつも見て、僕は一回も乗ったことないんですけど、富士、寝台特急富士が保存されています。ブルートレインですね。B 寝台と A 寝台。日本温泉経由のね、西鹿児島行きだったんですよね。機関車も保存されている。中には入れないんですけどね。すごいよね。やっぱ下盆地だけあって暑いね。川の横だからいくらかはいいんですけど。すごいね、あそこ入れないんだね。ちょっと金網越しに。すごいね。こう入れるんかな。あ、ご自由にご利用ください。だって入れますよ。10時から17時の間は入れます。赤元気の駅という道の駅ですね。入りましょう。中はこうなんか6個じゃないけど、なんか乗れるんだね。おお。ここは元気の駅。ここ入れるんですかね。あ、入れないみたい。ちょっと行ってみましょうか。こっちじゃないね。順路はこっちじゃない。開いてなかったからね、これ。いいんすかね。おお。すげえ。ちょっと何枚も写真撮りました。開いてない。駅は開いてないけど行けるよね。
っちから行っていいのかな。開いてる。もう開いてないけど。土日とか開いてるのかな。あ、すごいね、こんな間近で見れるんだ。おお、すごい、すごいですね、こんな間近でね、ね、原下がこうやって見れますからね、すごいですね。あ、こういうことか。そうですよね、日本選挙東京、わあすごいね、これそうですよ。私ももう接触を控えてですね、どこも行かないですからね、どこもうあの車を降りてどっかに立ち寄るってことはしないでやってますからね。車の中にはもうお茶とかね入れてます。もうお手洗いの時だけね、公衆トイレにね駆け込んで消毒しますからね。ここのマークはないんだ。わあすごいね、すごい。これ間近でね見えるんでね、これすごいね、日田はね、日田市はこれ個人で所有してんだろうか。昭和51年に製造されてるのか。あ、小倉工場で平成17年に改造されている。あ、もうロマンある乗り物ですからね、これはね。そうですね、暑い。こっちから行けるのかな。通常はここ入れるのか、この中の機関車の中に。残念ですね。今度行けるときに来てみたいですね。へえ、すごいですね。ね、すごい。お、日田天領水の販売所。ああ、これはね、すごいね。この富士がね、飾ってるなんてすごいよね。子供の頃はね、これが走ってる光景がよく見て楽しみだったんですけどね。ね、すごい。景色も最高だね、ここね。いいね。あちら下の旅館街というか、ありまして。見える方が綺麗に色塗りしてるね。あ、こういうところを散歩するのもいいね。初めて散歩しますけど、
か、水は豊富なんですね。今日はちょっと動いてる鉄道もちょっとどっかで見れたらいいなと思って持ってます。また今度はあの中が見えるときに見に行きたいと思いますね。日田はもう林業が盛んでね、こう丸太をいっぱい積んでるトラックが多いで、ね、あ、川、ここ川で風が来るんで涼しいですね。気持ちいいですね。さあまた、また違うところに行ってみたいと思います。はい、ありがとうございました。暑い。